皆さん、こんにちは。SEK 現役トレーダーの遠藤です。今週1週間が終わりました。デイトレードの調子は皆さんいかがでしょうか。デイトレ専用銘柄でうまくいっていることと思います。今日も個別銘柄順調でしたね。買い銘柄にしても、途中、5番は一気に、特に AI 関連などは急落していきましたけれども、朝方はしっかりと取れたことと思います。そして、空売り、唯一の空売り銘柄ですね。こちらは、結果的にストップ安ということで、全部取る必要はなかったと思いますけれども、ナイストレード、ご報告もいただいております。おめでとうございました。もし、デイトレード専用銘柄ですね。今日動画初めて見た方も含めてですね、まだ受け取っていないと。ちょっと不安だけど、欲しいなという方は、下に概要欄ありますので、こちら、クリックしていただいて、皆さんのメールアドレス、フリーアドレス、全然大丈夫です。登録していただければ、毎日、翌営業日用、翌日用のデイトレ専用銘柄、我々が見ているデイトレ専用銘柄を無料にて、毎日お送りしておりますので、ぜひ皆さんのデイトレードの銘柄選定の参考にしていただけたらと思います。さて、今日の内容に関しまして、その翌日用の注目銘柄ですね。今日でしたら週明け月曜日用のですね、デイトレ専用銘柄を8つありますので、こちらを皆さんにご紹介したいと思います。一つ一つチャート解説していきますので、最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。早速見ていきましょう。まず一つ目。5834 SBI リーシングサービス。ストップ。高となりました。23.29%、3705円、プラス700円ということですね。出来高は115万5500株。普段全然10万株もない出来高の日もある銘柄となります。2012年の IPO ということですね。当初人気ありましたけれども、そこから一気に上がって売りに押されて、ずる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 1年、さらに下げて、その後、年末ぐらいからでしょうかね、ぐんぐん買われていったということになります。しかしながら、出来高全然伴っていないですよね。今日は特買スタート、もうストップ高で寄りましたから、3705円、9時27分にですね、その後一気に売られました。で、売られたのは9時50分に、今日も最安値ですね、3410円です。3410円まで売りに押された後に、また買い戻されていった銘柄となります。週明け月曜日、さらに一段上げていけるかどうか。未約少分が22,900株しかありませんので、もしかしたら利食い売りに押されてからの、安売りスタートすることも考えられますかね。今日の3,700円どころを上に抜けていくようであれば、高値掴んでる投資家若干いるんですけどね、上場後ですね、セカンダリーで買われた方々、まだやや重い銘柄ではあるんですけれども、一気に加速していくことも考えられるということでですね、デイトレ専用ということで入れさせていただきます。そして二つ目。6627、テラプローブ。いい形ですね。プラス9.54%。今年1月につけた高値をも今日、バチューブレイクしていったということになります。7920円プラス9.54%。上髭で着地をしております。12時33分に今日8190円をつけております。その後、売りに押されました。しかしながら、商い伴いながら大きく上昇ということで、力強い動きでしたね。7000円台の1円刻みということでも利益は出しやすい銘柄と思います。週明け月曜日、さらにもう一段加速していくかどうか、テラプローブ見ていきましょう。3銘柄目、9532大阪ガス。こちらは日経平均採用銘柄となります。今日は3446円プラス249円、7.78%のプラスということで、ギャップアップ、その後売りに押されるもしっかりと下値を支えられ、今日は高値引けという形で終わりました。強いですね。2時にですね、3446円つけました、今日の高値。その後売りに押されて揉んでいましたけれども、結局大引けにかけてまた買い戻されていったということで、売り方の買い戻しですね、昨日空売り結構入ってます。0.40倍です。つまり買い方よりも空売りしてた人たちの方が多いということが言えます。日賞金ベース見るとですね、昨日増配の発表もあった銘柄となります。今日一段高ということで、週明け月曜日、さらに高値を取りに行くか、大ガス見ていきましょ
4銘柄目、また再び出していきます。まあ、これ今日良かったですよね。8338、筑波銀行、本日用として出した銘柄になります。まあ、週明け月曜日用としてもまた見ていきます。定位株、331円プラス 6.77%、 上ひげで終えております。今日つけた高値が12時半ですね。5倍寄りと同時に341円、その後売りに押されて結果331円で着地をしております。商いも昨日ぐんと上げましたけれども、昨日以上の商いとなりました。本日341万株も入りました。週明けまたさらに一段加速していくか、筑波銀行を見ていきましょう。5銘柄目、同じ銀行系となります。8411、みずほフィナンシャルグループ日経平均採用銘柄となります。みずほ銀行は今日ギャップアップスタートしてから一気に買われていきました。まあ、わずかに売りに押される場面はありましたけどね、今日プラス 5.05%、 出来高入ってます。3652万4700株、大商いとなりました。大商いとなったということになります。今日の高値は3155円になります。まあ、1円刻みの銘柄になりますからね、さらにもう一段買われていくか、そして上げていくかですね。注目をしてみずほフィナンシャルグループ見ていきましょう。6銘柄目、1812、カジマ建設です。こちらも日経平均採用銘柄となります。3000円台1円刻み、3137円プラス 4.81%、 今日は商い伴いながらの一覧高となりました。強いですね。今日つけた高値のところが1時58分3173円となっております。もう一覧の明けが期待できる銘柄ということでですね、週明け月曜日も注目してカジマ見ていきましょう。そして7銘柄目です。まあ、今日空売りでナイストレード、3744サイオスです。結果ストップ安となりました。マイナス 15.16%、 まあ、昨日の安値ところしっかりと割り込んでいきました。そしてその前日の安値をも割り込んでいったということになります。商い156万6300株ということで、出来高はまあ徐々に減りながらと、まあ、つまり高値を掴んだ投資家のロスカットが入ってきたと。でロスカットによってドスンと落ちると、昨日の YouTube 動画をご覧になった方はお分かりかと思いますが、結果的にこのようになっていると。最安値まで落ちた。で、週明け月曜日もですね、引き続き空売り戦略ということで見ていきます。で、もしですね、買い戻されてスタート、つまり反発スタートして陽線を出していくようであれば、サイオスはもうなしと見るようにしてください。無理に買う必要もありません。空売り戦略ということで見ていきましょう。月曜日もですね。そして最後、8銘柄目です。4922厚生です。こちらは日経採用ではありません。日経500採用銘柄となります。商いがですね、まあ、7480円のマイナス 3% ということですけども、商いが59万2300株、多くはありませんが、あとデイトレとしてはちょっとボラは小さいですね。ボラ低い銘柄となりますが、今日は上髭陰線ということで着地しております。まあ、今日付けの安値が7472円となっておりまして、ここから8ティック下のところになりますが、今日の安値どころを割り込むことで、さらに高値を掴んだ投資家さんの売りも入ってくるはずですのでね。まあ、ボラちょっと本当大きくはありません。ボラが高くはありませんけれども、一段下げるのを期待して、構成、空売り戦略で臨んでいきましょう。以上、8銘柄となります。この動画の内容が参考になった方は、いいねボタン押してください。あと、チャンネル登録まだ行っていないという方は、今すぐポチッとチャンネル登録一度押してください。また、冒頭でお伝えしました、デイトレード専用注目銘柄ですね。こちら、まだ無料にて受け取っていないという方は、今すぐ下の概要欄、リンク先クリックしていただいてご登録ください。そして、皆さんのデイトレードの銘柄選定の参考にしていただけたらと思います。今週1週間、皆さんお疲れ様でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また来週月曜日からまた頑張っていきましょう。では、失礼します。